4年9ヶ月おめでとう。 Hello 大家好，我是鹿角。今天呢是我跟文当交往四年又九个月的日子，然后我就在想说这个月我要给他什么惊喜，我就想了很久，然后就突然想到说我之前看过很多 YouTuber， 就不论是秀秀啊还有老高他们都有拍过，就是日本有一家非常特别的甜点店，他们会将蛋糕做成饺子啊，或是天津饭，或是拉面，然后我就想说文当应该是没有吃过，所以就让他吃吃看这样子。可是我没有跟他说我是让他吃这个，我是跟他说我上网找日本最好吃的宅配食物的排名，然后点了两个寄过来这样子，所以文当就一直以为我们是要吃日本全国很有名的宅配饺子还有鳗鱼饭这样。当然最后我还是有准备一个小惊喜啊，等一下给大家看。那他这个商品送过来的时候是冷冻，我买的是饺子一个还有鳗鱼饭，我们来拆开看看它长怎样。好，我已经把它打开了，你们看这个鳗鱼饭做得多真，太神了，真的完全看不出来是甜点，你们看这个鳗鱼的光泽。可是我觉得这个鳗鱼它破绽比较多，因为它的甜点的味道比较浓一点，我怕文当会发现，所以我先给文当吃这个饺子好了。饺子也超真的啦，你们看，你们看它上面做的那个淋酱，这个哪里像甜点，那完全就是便利商店会卖的饺子，哎，太酷了，赶快拿去给文当吃吃看。已经微波完了，我们就来给文当吃吃看。嗨，啊，みんな見て、すごいパリパリだよ。おいしそう。パリパリなの好きなんだよね。嗯，これは今日本第一名のフルーツ味の餃子らしい。フルーツ？嗯。餃子の中に果物入ってるの？新しい感じの餃子として今日本で一番人気。あ、そうなん。うん、食べてみ。食べてみよう。あ、でもなんか意外と柔らかいかも。食べてみ早く。あ、食べてほしい。うん。あ、なんか冷たい。あ、そうそう、これちょっと冷たい感じで食べるものなの。ね、でもチンするって言ってなかったっけ。チンしてたよ、さっき。まあいいや。うん？餃子じゃない。あ、餃子じゃないでしょこれ。これケーキなの実は。あ、やっぱりなんか違うわ。中でちょっと甘い匂いしたんだ。なんかちょっと甘い匂いしたの。对，我刚才一直超级怕闻，当天去闻它，就闻出来这个好像不是饺子。もう餃子の気持ちで食べてたからすごいびっくりした。あとこれちょっとリアルなのがさ、デザートに紙ってつけないじゃん。油を染み込ませてますよ感のある紙なんだよねこれ。そこまで深く考えられてる。考えてるんだよこれ。しかもソースもすごい出来上がってない。ね、しかもなんかね見た目マジ餃子、でも匂いはフルーティー。对，如果要整人的话呢，你们绝对不能让那个人去闻这个食物闻太近，因为它那个甜味还蛮浓的。これ食べるまでわかんないね。ね、あと次うな重、噔噔，うな重です。でも、デザートでしょ。とりあえず食べてみて。え、でもなんかすごいね、ふわふわだもん。うな重もすごい出来上がってる。あ、中は見ないの。ね、そのまま食べるの。普通にこうやって見えちゃうか。哎，这个很香哎，这样直接被看到里面有奶油了。嗯，すごい美味しそう。甘。好吃吗？甘いキャラメル。下のこのご飯の部分が。下面的话呢，这个就是海绵蛋糕，完全没有整到人的感觉。我マジ今晩ご飯の時間なんですけど、晩ご飯でうなぎと餃子出すって言われてたんですよ。だからすごい楽しみにして、え、うなぎと餃子みたいな。下めっちゃ美味しい。ね、下めっちゃ美味しいよ。じゃあ俺の話が。食べてみたらデザートでした。这个鳗鱼下面海绵蛋糕有葡萄干在里面哎，但是我觉得很有趣的是啊，它虽然很好吃，可是你看它的外表，你就是很难打从心底的觉得它很好吃。就是这家店叫 Sweet Paradise， 就是其实在日本各大车站几乎都会有，像新宿啊、秋叶原都有，都可以买得到。那因为我们在熊本没有，所以我上网订的，请他们寄过来。那我来吃吃看这个饺子，它外面是千层皮耶。然后里面好像也不是蛋糕哎，就是因为它是红豆馅那种口感的栗子泥。今デザートだからさ、お箸で食べるのなんか変な気分だよね。我其实不太喜欢焦糖，所以文章说上面那个鳗鱼是焦糖之后，我就不想吃了。で意外と俺の反応使った。使ったね。文章就是一个很淡定的人啦，就很难把它整到哇这种感觉，就是很难。リアクションはいつも薄いの、じゃん。前共有のやつもそうだったじゃん。お。お。あの時はね、ちょっとイライラしたなかなか入国審査が通らなくてごめんなさい。ルーちゃんにめちゃめちゃ電話したのに、ルーちゃんはその間恐竜のね格好してたんでなかなか出れず、ごめんね。実はね、もう一個あんの。何それ。
んど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 ん。今日は何の日でしてる？あー、付き合って記念日だ。お、なにね、ケーキに似せたケーキ。1年9ヶ月、おめでとうございます。おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃん、1年9ヶ月って結構、あ、我写错，我写错了。那六年，我们是交往四年多，我写成一年了。なんか若返った気分だね。ごめん。あ、すごいね。めっちゃ甘い匂いする。どん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 。なんだろう、なんでしょう。うわー、なにこれ。なにこれ。写真ついてる。给大家看。给大家看。给大家看。对。写真がプリントされてる。あー、すごい。作ってもらった。作ってもらったね。え、それも、この同じサイト？お願いした。因为文章上个月四年八个月的时候，文章有去 Seven 买一个甜点给我，想说我这个月一定要为他做什么。いや、スケールが違うでしょ。それは台湾人、サプライズが上手。其实这个才是我今天要给文章的大惊喜。哇，啊，すごいね。これどうやって作ってんだろう？这个是用食用インク作ったの。四年九个月快乐，快乐！你们看，等等，他们有规定说只能给正方形照片，所以我弄了正方形的。有呢，可爱子，ありがとうございます。落としそうで怖い。开心吗？开心。开心啊，开心就好。うまい。好吃吗？好吃。うまいうまい。これ三つ中で一番好吃。チョコケーキと普通のショコケーキ選べあるけど、ショコケーキやったの。おお、チョコにしてくれる。そう、ふーちゃんチョコ好きだから。私にとってちょっと甘すぎるかも。ね、甘いよね。もう27歳、28歳にして甘すぎるかも。我觉得那个鳗鱼比较好吃。あれチョコの方が好きだよ。なんかもったいなくて食べづらいね。本当、時間経つの早いんですよね。早い、もうね。もうちょっとで5年だよ。我真是没想到四年九个月我会送你这个。まさかね、4年9ヶ月目だ。我最喜欢弄惊喜给文章了。ブレちゃん今までサプライズめっちゃしてきたもんな。これ明日に行ってくれる。そんなこと言わないの。最近健康志向で。对，文章最近就是都不吃甜的。飲み物だってもう絶対水かお茶かに絞ってるんですよ。很扫兴，人家送他东西的时候要讲这个。あなたのそういうとこが一番いいと思うよ。愛を感じますね。ありがとう。これからもずっとサプライズし続けます。はい、お願いします。我最喜欢看文章开心的样子。これで3000円ぐらい。高かったよこれ。やっぱりか。あ、でもこれ小さいサイズだよ。え、これより大きいのあるの？なんかでかいサイズと小さいサイズあって、めちゃかってるから小さいサイズでいいかなと思って。でもこれ本当写真レベルの完成度だよね。すごいよね。これ写真入れてるわけじゃないよね。写真の上に水飴やってるとか、いやでもそれだと食べれないもんね。そう、これ多分食用インクだと思う。ペタージャーか。从那个人插进去会变成怎样？有点不吉利。我们插在那个人的旁边。哦，すごいことになった。なんかチョコだし。え、チョコなの？なんかそんな気がする。ちょっとなんか固まってる感じがする。やってみ。ペタージャーの紙取ろう。チョコだね。もう美味しい？甘ーい。倒す。はい、今日の動画はここまでとなります。いやルーちゃんのサプライズはいつもすごいですね。このあまり驚かない運搬も結構驚きました。何が一番驚いた？これでしょ。这个是我的爱。いやすごい、想像できないんですよね。このうなぎと餃子はちょっとは想像できたんですよ。食べた瞬間、あ冷たい、あってことはデザートかなみたいな連想ついてたんですけど、さらにその先のサプライズ、この写真付きのデザートまで用意してくれるルーちゃんはさすがだと思います。自分の一歩先を読んでます。ここはね、やっぱりルーちゃんのね、頭の良さが感じ取れますね。あなたの笑顔は私のモチベーションだから。そうそう、元気100倍アンパンマン。あということでね、ルーちゃんありがとうございます。うん、皆さんもルーちゃんみたいにサプライズいっぱい、彼氏彼女にいっぱいしてあげてください。それでは皆さん、バイバイ。バイバイ。君と